気合の入れ方の違いよ。美味しいことには変わりはないけどね。さあ、旦那も美琴ちゃんも冷めないうちにどうぞ。旦那と美琴ちゃん親子みたいだなって思って。ということは食事を作る私はお母さん、旦那の奥さん。あらら、美琴ちゃんがご飯に顔突っ込んじゃうよ。失礼します。あれ、高弘さんが起きてます。あいた、あいた、ただ梅干しは勘弁してください。そうですね、なんででしょう。霧島さんも連絡がないって困ってました。どうしたんですか？はい、では失礼します。
おはようございます。はい、連絡も取れない状態でして。はい、一時的に封鎖されてるみたいでちゅ。親父さんなら朝からメンテナンスルームに。よう高弘、いいところへ来た。たった今アリスの本部の映像を見つけたところだ。旧式のスパイ衛星からの映像なんで画質は悪いが、このほぼ全壊している建物が本部だ。その周りで動いてるのは消防車だな。大型の化学消防車まで出動してるみたいだ。やばい薬品でも扱ってたのか。衛星なんで鮮明な部分は2分くらいしかないんだが、録画してある。いや、隔壁は下から破壊されていない。これはファーストより上の階層で起きたことみたいだ。ふん、メイドたちの反乱か。とりあえず飯島は無事みたいだぞ。少し安心したみたいだな。結構ひどいことを言われてるのに、かつての部下はやっぱり気になるか。その飯島なんだがな、海兵部隊を大掛かりで集めてる。ああ、詳しいことはまだわからないが、規模は大きそうだ。わからん。どこかに戦争でも仕掛けそうな勢いだな。俺にはわからんよ。高弘の方が付き合い長いんだし、まだ想像がつくんじゃないのか。おいおい、大げさじゃねえか。まあ高弘がそう言うなら、点検しといて損はねえし、やっておくぜ。わかった。
何か分かりましたか？飯島が？わかりました。すぐに用意しまちゅ。了解しました。所長、動かねえわけじゃないんだが、2箇所不安が残るところが出てきた。替えがあったがな、見てみねえとわからんな。ちっと見てくら。他のところは異常なしだ。なかなか大掛かりになってきましたね。そうですね。これはね、言っちゃいけないって言われてるから言わない。秘密。うん、危なくないよ。全然危なくないよ。全然。
どうしたの、高弘。顔怖い。ふん、お仕事終わったかなって思って。ふーん、いつ頃終わる？じゃ、ここで待ってる。お持ちしました。美琴さんにはジュースがなかったのでフローズンミルクを持ってきました。あ、牛乳に砂糖を入れて凍らせただけなんですけど。でも美味しいんですよ。どうですか美琴さん。ございます。高弘さんの分もあるんですけど、どうですか。え、いただいちゃってもよろしいんですか。ありがとうございます。食べます？